とはいえやっちゃうんですよ、じゃじゃ丸くん。やっちゃいましょうと。3回目の、まあ、4回目か。4回目の挑戦。おゆき、そろそろ俺たち、いいんじゃないの?何が?よし。アイテム、一面でちゃんとアイテムやろう。ちゃんとっていうか、多分本当に1面2面とかでアイテム、それこそ3面とかでよしアイテム取っといた方がいいと思う。2個で2個をずっと貯めといてもう核炭とかそういうとこで使うと。アイテム3つ目ね、カエルにすると。カエル、あれカエル出なかったよね、前回出たか出ないか、まあどっちかですけど、まあ、当たり前だろって。でそこだよね、そこが違いかなと。おしおしおし、これで随分楽にいける。おしおし、行こう。2マス空いた時のジャンプができない。うまい人だとちゃんとできるんだよね、これな。おいと、あ、できない。あ、クロちゃん、よし、来い。残り100パック、これ絶対倒せる。よし。いや、じゃじゃ丸くん、ごめんな、付き合わせちまって。もうちょいだから大丈夫よと。さあ。お、1万。あ、俺全部一発で倒した、もしかして。すごいね。やっちゃったね。もう、動画として3個目です。動画としては3個目か。ついに、来るとこまで来たんじゃないの、これ。もう一発で倒す。じゃあちょっとそれ狙いでいく。それ狙い。いやでもね、やめよう。あ、もう無理。やばい。あっぶね。もうおゆきはね、手数がそこまで多くないんで、これは取っても大丈夫。これ伸びてるから、黒部ビビるんじゃない?ビビってゴールねんじゃない?ほら。おい。来い、やばい。すげえ遠くから撃たれた。オッケー。まあ、ここまではまあですよ。もうカラカッサからですよ。問題はカラカッサちゃんですよ。カラカラちゃんですよ。家業のやつ強い説。いや違うな、黒部強くなるわ。か頭につくやつ強いっていう。いやこいつもちゃんと横から倒そう。横からだったら大丈夫だから、もう下手に変な気使いたくないから。よし。いや今のはね、生きてない。やり方は生きると同じだったけど、そうじゃない。横に逃げられるって分かってたから。ちこい、キーバチコーイと。よし、あとはよし、オッケー、ナイスですと。あーでも結構逆にさーずーっとやってて慣れてきたな。あの集中力もねかなり落ちてますけど、逆に慣れてきた。逆に、最近逆にを使いすぎて使い方誤ってるやつ結構いますよね。私もその一人ですけども、逆にっていう使いたがり、多分ねこれ逆張りから来てると思うんですよ。逆張りでうまくいったから俺も逆やってみようかなみたいなので、逆にって使うっていう。もはや何の逆かどうかすらも分かん。危ねえ。ほら変なこと話してって爆弾も出てくるし、やば、怖。油断してるとやばいよね。もうすぐ隣に今出てたっていうかさ、大丈夫かなここで。穴があると不安。あ、大丈夫か。これでカラカッサが来てくれる。うい、うわー、やばい。
よし、ボスのカラカスさん、やばい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 、あぶあぶねえ、怖っ。ボスのカラカスさんとね対面勝負はマジでやばい。普通に上下打ち分けてくるからね、打ち分けてきてこっち一発しか打てないですよね、手裏剣。もうそうだから射程というか射程もそんなに長くないと。やば、危なかったっすね今の。 OK OK、 どんどんいっちゃおう。ちゃんと上がって、うわうわ、2人でてめえだ。くそ、危ね、くそくそが、どんどん強くなりやがって、頭に来るぜなあカカロット。よし行くぜ、オッケー、よし、オッケー、オッケー、オッケー。よし、来た。来い。ウィーストナイスナイス。いい感じできてます。危ないところもあったけど、結果良ければ全てよしと。で、もうヘドボンですよね。ヘドホンじゃなくてヘドボン。ヘドはヘドでしょ、ボンは多分骨のボーン。まあアンデッドキャラはねやっぱりちょっと強いっていうね。よし、こうワンフェイントかます。よし、オッケー、よし、いいよ、オッケー、ナイスかまし、何のかましかはわからん。よし、来い。オッケー、よーし、ナイス、ウィーと。これ一番今までで一番綺麗な一面じゃない？シャッシャッシャってやってって、シャッシャッシャってやってったよね。これボーナス1万 いける？いかない、ないか。調子に乗りすぎだと。ね、全部一発で倒した気持ちになってた。ウースワンフェインツ、オッケー、ああ当たらんか。このね曲もね単調で癖になっちゃうっていう。おお、ああ、うん、まあいっとるか、まあ取ろう。危険は少しでも犯したくない。やられる可能性普通にあるからね。いいね、いいっすね。動けないだろうと。ういーういーと。ナイスですと。ナマズ大使とさ、ナマズ大使かな。ナマズ大使と桜姫が超暇そうにしてんのよ。1万ポイント、OK。これで、そうか、そうだよな。いや、そう、暇そうだよな。そりゃ爆弾投げたくなるわ。当時は、なんだよ爆弾投げてきやがってとかって単純に思うじゃん。まあ今でもそうだけど、単純、まあゲームとして盛り上がるためにあるじゃん。実際考えてみて、実際。部下がさ、わちゃわちゃこうやって戦ってるわけじゃん。で、しかも自分を殺そうとしてるアサシンっていうかさ、やばい、いやちょっと今のはちょっとあれだったな。でわちゃわちゃしてるわけじゃん、こんな風にやったりやられたりとかさ、すげえ暇だよ。それは爆弾投げたくなるよね。何してんだと、俺がやってやると。よし、ちょっとカラカッサはね残したくないっすね、あいつは。あっぷ、ちょやめやめ、あ残っちゃうな、ちょやばいよこれ。いやちょっと距離感、いや集中力一回やられると集中力が。でも開けた位置もね悪いんすよね、これね。言い訳、全部言い訳だけど、こうあーあーもうあー
もう絶対やれるってとこでやんないと、なあ、これも 2段もね、ちょっとタイミングがずれるんすよね。ちょ、今度来いと。登って来いと。よし、来た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 。そこで無理して戦おうとしちゃって、ああなっちゃう。これ一番ひどい面でしたよね。2回分使っちゃったから。こっから本番ですよ。こっから本番なのにね。よし、行こう。これレトロ世代にさ、てってって、そのオープニングステージの最初の開始を口ずさんで大体多分わかるよ、ね。いやー、ヘドホン。頼むよ、それフェイントやめてくれよ。フェイントやめてくれよと。よしよしよし、いいよ。本番、うわわわわわわわ。くっそ、こいつマジか。こうね、穴の開き方もね、すごいいいんすよ。うわー、ちょっとこれはなかなかですね。なかなかですよ、これ。これ絶望級じゃないですか、これ。もう。まあ、降りてきます。危ない。これ、いや、これもね、全然、もう死ぬって分かってました。もう分かってるっていうね、その苦しさは同じ。来るって、もう近すぎて撃てなかったですね。で、撃ってもやっぱり骨でやられちゃうんで。モンハンとか、HP 少なくて、あ、やられるっていう瞬間分かる。あれと同じ。もう慣れてくると、あ、これ避けられないって分かって、あ、やられたなっていう、あの感覚、なんとなく分かります。これなんとなく分かっていただけると嬉しい。あもうダメだって。でそんだけやってるからこそ分かる。 OK、 今さら。あ、でも逆に早いのはいいこと、これ。おい、早いって結構いいね。ヒューヒューヒューと。遊ぶなと。オッケー。取りに行けるよ、ほら。早いと。いやー、後がねえ。いつも言ってるけど、後がねえと、思い切ったプレイができない。まあ、やることは一緒なんですけどね。思いっきりが効かない。それが辛い。本当はそのプレイをしていれば、その本来の力を出せばいけるんだけど、恐れてできなくなっちゃう、あの現象。おい、爆弾、ほら、異様にビビる。はい、ダブル。あー、ダブルでいただこうと思ったのに無理でしたね。この右向いて攻撃がね、怖くてできないって。よし、こいつがバカで助かったぜ。さあ、行こうか。あと来いよ。いやー、当たってたんか。まあ、ちょっと分かってたけど。ということで、第3回、どんどんやっぱりやるごとにひどくなってますね。ちゅうわけで、はい、ちょっと次回あるかどうかわからないですけれども、はい。じゃねまるくんシリーズね、ちょっとやっていこうかなとは思っています。テッシーでした。失礼します。